元にあの長い腕でここまで勝ち上がってきたと。おっと、目はイーブ。なんと、気が早いことで前の選手、もう出てまいりましたので、コールしてしまいましょう。決勝、さあ、準決勝も3分1ラウンド。マイルいきなり相手はリングボディアタックしたいところだが、さあ、イーブはちょっとこれは相手が多すぎるか、はい、どういう作戦でいくか。これは相手の攻撃を来たところをかわそうというモーションも入ってますね。わそうですね。かなりあのクレバーな戦いがやっぱり要求されてるようですね。こっちがワン、あのこっちがワンダウン、はい、これは今ミオマイルはワンダウンを奪ったと。ダウン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 、すごいぞイーブ。マイロがちょっとおかしいか大丈夫か。5、6、7、1ダウン、これで1ダウンだ。アガさん、イーブのパンチ力すなわしいですね。そうですね、大きいロボットでも、あのただ大きいロボットでも移動しようとするときには重心をどうしても崩れますから、そのタイミングが非常に強い。なるほど、しかしマイロのあの長い距離から来る攻撃には気をつけた方がいいよ。イーブ、さあ狙って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 るぞ。なんとイーブの攻撃が決まった。やはりこれはマイルの後がなくなったぞ。やはり今のもここを見る両のタイミングを狙っての攻撃、非常にいい攻撃だ。非常に操縦がうまいですね。さあどうだ、いけ、はい、ちょっと端っこに感じを出してみてください。これで両者2ダウンになりました。両者2ダウンを奪った方が勝利だ。残り時間あと1分を切ってきた。両者ともタイムが使えない、はい、タイムも取れない。さあ6つですか。